シュー・トールカン、神風土記の冒頭部分。新郎風土記は、1296年から1297年にかけて、クメール王朝に滞在した、中国現代の肝心、シュー・タカンが表した書物。シューの記述は、公的な報告書などではなく、私的に綴られた書き物であったが、後世に唯一伝えられている、クメール王朝における日常生活について、 実体験に基づいて書かれた記録であり、歴史的に重要な意義を持っている。これ以外に残されている記録は、寺院の壁に刻まれた碑文などに限られている。著者の集託館は、元の皇帝、清州が1296年に派遣した直令を伝達する公式な外交施設の従業として、クメールを訪れた。滞在は、 1296年7月から1297年6月に及んだ。本書がいつ成立したのかについて確たることは分かっていないが、1297年に州が中国に帰還してから15年以内に書かれている。いずれにせよ、現代まで伝えられている内容は一部だけであり、おそらく元々の記述の3分の1程度しか伝わっていないと考えられている。 17世紀の愛書家だった。戦争は、この書物に2種類の異なる編集版があることを記録しており、一つは、元の時代のもので、もう一つは、明の時代に成立した文集、古今節会を含む形のものであった。後者の秋代のものは、記述がごちゃごちゃにされ、全体の6から7割は失われており、かろうじて書物として成り立っている状態であったとされる。 現代の漢本は今日ではすでに失われ、現存する諸藩は内容が削減された秋夜のものにおおむね依拠している。本書の記述の一部は様々な形で他の文集に収められている。現代末に最初に編纂された大規模な先週、節譜にも本書からの抜粋が収められており、新書に刊行された第二の版にも収められた。圧縮された記述は秋夜の 古今一詞にも見え、同じ文章は他の文集にも見える。現代の中国における版としては、夏が13種類の諸版に見える文章を踏まえて、編纂した注釈本が代表的なものとなっているが、この版は1980年に完成し、2000年に刊行された。夏は現存する諸版に、節府系と古今節解系の2系統があることを示した。 本書の文章は古典的な中国語の文語体である漢文で書かれているが、ところどころに単語や文法構造が衆の方言であった文衆語の影響を受けている箇所がある。1902年に出版されたポール・ペリオによるフランス語への翻訳メムワア,アーズ・シュール・レ・クートゥームズ・ジュコンボージでとちえたコアンの扉。による記述が最初にフランス語へ翻訳されたのは 1819年に発表されたジャンピエール・アベル・レミューザによるものであったが、これは大した反響は呼ばなかった。ついで、1902年に、ポール・ペリオが再度フランス語への翻訳を発表したが、この翻訳は後に、ペリオ自身によって修正が施され、ペリオの死後1951年に再出版された。いずれにせよ、ペリオは、週のこの著書に、 詳細な注釈を施そうとしていたが、それを完成させることなく死去した。ペリオの翻訳や訳中への評価は高く、例えば1967年の J. ギルマンダーシー・ C. ポールや2001年のマイケル・スミシーズによる英訳など、その後の様々な言語へと重役された。2007年、ニュージーランド戦略研究センターの上級フェローでる中国語学者、ピーター・ハリスが、 英レコードオブカボチャザラントイッツピープルという新しい題名で初めて中国語から現代英語へ直接の翻訳を完成させそれまでの英訳にあった様々な誤りを正したハリスはカンボジアで長年活動し現代の現地の写真や集落感の記述に関連した場所の地図などもこの書物に盛り込んだ日本語には 外務省調査局によって1940年に新郎風土記として訳出されたが、これは交換されなかった。1989年には東洋文庫の一冊として、詳細な仲介と解説を含む和田久則による翻訳が出版された。これは古今節会を定本とし、節府で補ったものであった。当時のクメール王朝は衰退期に入っていたとされるが、なお、 政治と言える状況にあった。集奪官は、クメール語を少しは返したようだが、主に当地に居住していた、当人すなわち、漢人から情報を得ていたものと考えられている。記述の内容は、実験したこと、伝聞推測などが書き分けられており、また見たかったが見られなかったといった記述もあり、客観性が高い。松浦文明は、これを踏まえ、新郎風土記で、 こういうことはないと述べていながら、他の碑文の記述などから実際にはあったと考えられる。事柄については、実際にはあったが、集落官が知る機会がなかったと返すべきだと述べている。以下は、東洋文庫版による。括弧書きは役者である、和田久則による。ありがとうございます。